沖縄県立前パル高等学校は沖縄県うるま市にある公立高等学校。現在うるま市内の普通高校では唯一学科内専門コース制を採用している高校である。体育や部活動に重点を置いたコースで体育の授業が他のコースと比べるとかなり多くある。マリン実習やスキー実習等も行われる。このコースの生徒のほぼ全員が 運動警部活動に所属している。英語検定の取得や、英語力の向上を目指すコースで、総合英語、LL 演習等英語に関する専門授業が行われる。英単語コンテストや、スピーチコンテスト、海外研修も行われる。英語検定の取得が必修となっている。2010年度までは2クラスの募集だったが、2011年度からは1クラスになった。 偏りなく、授業の組まれたコースで、普通の授業以外にも選択授業などが行われる。修学旅行が2年次の3月に行われる。1クラスは特別進学クラスとなっており、例工事やセンター模擬試験が必修となっている。これらは、普通科という学科の中の専門コースであり、英語科や分離科といった都ががあるわけではない。前原高校は場所が3度移動しており、 一度目は、ウルマシアザ・マエバル付近。二度目は、現在の、ウルマ市立横活中学校の敷地。三度目が、現在の、ウルマシアザ・タバである。また、横活中学校の敷地にある頃のマバル高校は、県内有数の進学校であった。横活中学校には、マバル高校移転跡と刻まれた石碑がある。下記は、男子はワイシャツに、ブルーのネクタイ、スラックス。 女子はワイシャツにブルーのリボン、スカートとなっている。ワイシャツは長袖、半袖があり、どちらを着用するかは自由。陶器はブレザーの着用が義務付けられる。カーディガンやベスト、マフラー等の持ち込みは基本的に禁止だが、気温が低い際には特別に許可されることもある。また、男女のネクタイ、ブレザー、スラックス、スカートは L 製であり、制服に 一般のファッションブランドが採用されるのは珍しいことである。現在前原高校では特別指導カードと呼ばれる生徒指導方法が取られている。教科書を持たない、授業妨害をする、居眠りをする等、授業を受けるにふさわしくない行動を行う生徒や、制服を正しく身につけない、校則を破ると、学校のルールを守らない生徒に対して教師が、この 特別指導カードに学年、クラス、名前、生徒が行った授業を受けるにふさわしくない行動や指導に値する行動を記入し、生徒にカードを渡し、その場で生徒指導室へ行かせ指導部の教師からの指導を受けるというシステムになっている。その時点で受けていた授業は離脱することになり、その後の授業は指導が終わるまでは受けることができない。 またこのカードが累積することによって保護者呼び出し指導や校長との面談指導と重度な指導になっていく。運動部には県大会で高成績を収めている部が多い部活動の紹介パンフレットが毎年制作されており、教師たちが各中学校へ学校説明会に行く際に配布されたりする。部活動の紹介のためだけのパンフレットを制作しているのも珍しいことである。 前原高校は2010年度インターハイ、沖縄県大会において、総合成績で14位を獲得しており、運動部、文化部ともに、年々盛んとなってきている。ありがとうございます。